こんだけ上の人でも自社製品のことこの程度しか理解してないんだと思ったのが正直な感想なんや。むちゃくちゃいろんなこと考えるんだけど、最後は人生一回しかないからって思いました。全人類そんな気がしてます。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、レンガンさんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、レンガンさんはちなみに就活普通にして大手メーカーに就職されて1年弱働いて YouTuber にまた戻ったんですよね。珍しいですね。そんな人いるんですかね、はい、世の中に。珍しいですよね。なんかなかなかないキャリアだなと思うんですけど、はいはいはい、今回のテーマはレンガンさんが世の中的に一回レールに乗った上でまた外れたのかっていうところの理由についてお伺いしたいなと思ってます。はいはいはい、わかりました。これね、まあいろいろ理由があるんですけど、まず最初就活した理由から説明すると、僕の家って高学歴家族なんですよ。いい大学行っていい企業行くことが結構正義的なねイメージの家庭なんですよ、僕の家って。だから逆に言うと、大学時代 YouTuber 始めたけど、やめるよねみたいな空気感なんだよね。っていうのがずーっと20年ぐらい植え付けられてて、で人間ってやっぱりね、親の影響ってやっぱ死ぬほど受けるくて、YouTuber はやりたかったんだけど、いやまあ言うてやめるよなって言い聞かせてるっていうのを自分がいて、でとりあえず就活をやろうってなったのがまず最初就職活動するした理由。修士1年の時、花尾伝言チャンネルは登録者で言うと15万人ぐらいじゃないかな。でもその時もやめるよねぐらいのテンションでしたよ。で花尾も伝言もやめる予定でしたよ、当時は。でも花尾はそれで続けますってなったけど、はい、俺はいや待ってと、大学生のノリでやるのと、はい、本気でやるってちょっとマインドがちょっとやっぱ全然違うわけで、違いますね。俺ちょっとやっぱこっちのレール一旦知った方がいいってなったんやその時、はい、だから就活しました。で就活も大手中心に、それも別に大手に行きたかったわけじゃない正直。就職活動して、まあ、結果大手に行ったんだけど、はい、行ったんだけど、はいって分かった、俺大手じゃないって。どういうところで感じたんですか？感じた理由は人が多いから。例えばそれ YouTuber って結構ね、せいぜい10人とかですよ、うん、チームのメンバー。僕が行ってた会社って世界中に 2,3 万人社員がいるんですよ。一人で拍手しろっていうのと、千人で拍手しろって言われたらちょっとちっちゃなるみたいな現象あるじゃないですか、はい、要は千人とかいるから、俺頑張らなくても会社回るみたいな。でも花尾伝言チャンネル俺頑張らなかったら回らへんみたいな、俺がやったってるみたいながちょっとね欲しかったんだよね。っていうことに入って初めて気づいた。 YouTuber ってなんでこの動画企画されてやるかとかも全部わかってるし、仕事をする目的目標がわかりやすいっていうのがやっぱ少人数の強み。それは結構入社してからすぐだったんですか？3ヶ月後ぐらいじゃないですか。これはまあめちゃくちゃぶっちゃけた話になるんだけど、はい、商品研修ってのがあったんやね。俺営業系だったから、自社製品を知らないと営業できないでしょ。この製品のすごいとここうですっていうためにその製品知らないといけないよねって目的の研修があった時に、その製品についてこんだけ上の人でも自社製品のことこの程度しか理解してないんだと思ったのが正直な感想なんや。プロ意識低いなって思ったっていう。俺結構やる気ある人だから、そのやる気に合わない可能性があるって思い始めたのがその時。その時に別に他の部署を希望するとかも別にできたわけ。やる気ある人がいるはずやった、はい、会社の中ってそんな何万人もいたら、そういう人らを探しに部署を別って考えたけど、その時もすでに花尾が横にいたってのが、一番やる気あるやつが身近にいたってのも、まあ辞めるきっかけかもしれないですね。これは研修のこととかあって、うん、そう思ってもまた YouTube やろうって思う人は、うん、結構勇気いる決断だと思うんですよね。思い切って踏み込んだ決め手とかってありますか？あ、悩むじゃないですか人間って人生について。結論出る瞬間はシンプルなんですよ。金なくなったらどうしようとか、はい、YouTube っていつまであるんだろうとかね、むちゃくちゃいろんなこと考えるんだけど、最後は人生一回しかないからって思いました。全人類そんな気がしてます。安定って結局さ、お金的に困らず死にませんっていう保証じゃん。これを取りに行くってことは80年ぐらい生きるを目標にしてるけど、俺って最後塾開きたいと思ってるし、それなんでかって言ったら、俺って才能がない中で努力して勝ち取ってるんよ。その過程ってできない子からしたらめちゃくちゃ大事なものじゃん。これを教えてあげたいっていうのが明確に親に話せたから、まあいいんじゃないってなった。お金の問題がやっぱ一番でかいと思うんだよね。大手企業だと安定して給料が得られますよね、うん、じゃなくてサバイバルのところに突っ込むわけじゃないですか。 YouTuber っていわゆる再生回数取れなくなったら僕はお金もらえないっていう世界にいるわけで、これがいわゆるまず一番のテーマなわけですよ。仕事するってどういうことですかって聞かれた時に、当時は俺答えられなかったんだけど、考えた結果、誰かを喜ばしてありがとうでお金もらう行為だっていうことで帰着したよ俺の中で。誰かをありがとうと思わせる行為を続けていればお金困らん説っていうのを唱えたよ。それの謎の自信があって辞めた。
今結構大手企業か、うん、それこそベンチャーかっていう、うん、結構大きないろいろあるあるの就活数の悩みとか、うん、それこそ就職するか就職しないかみたいな悩みあると思うんですけど、うん、視点として今しかできないことが人生1回だからってシンプルだけど結構見落としがちなことは意識するとすごいいいなっていうのを今デンガンさんの話を聞いて思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。